閉会したらしいよ。へえ、そうかい。東京オリンピック到来。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部、ごたくです。よろしくお願いします。さあ、今日なんですが、史上初の延期となりですね、直前まで中止が叫ばれながらも結局開催された東京オリンピック。まあ、これ蓋を開けてみると、リオを超えて過去最大の金メダルを獲得して、テレビ越しに一生懸命応援してた人もたくさんいると思います。スケボーかっこよかったですよね。僕も実は学生の時にね、スケボーを極めようと思って3万円ぐらいのスケボーをお金貯めて買ったら2週間で取られました。まあ、福岡でスケボーを乗った僕がバカでしたね。ということで、今日はそんな東京オリンピックが無事に閉会したことを記念してですね、この感動を忘れないうちにですね、オリンピックで起きたよからぬ事件を一気に紹介していきます。1つ目、東京五輪エンブレムパクリ疑惑。はい、懐かしいですね。これ金メダルに輝いたのはデザイナーの佐野健次郎氏ですね。2015年の7月24日、東京オリンピックの公式エンブレムのデザインを手掛けて、和の力の象徴として自信満々に発表したんですが、わずか1ヶ月で盗作疑惑が浮上しました。まあ、この公式エンブレムがベルギーの劇場のロゴに酷似していたほか、デザインの原案がヤンチョヒルト氏の手掛けたタイポグラフィーの盗作だと大騒ぎになって、9月1日に使用中止が正式に発表されたんですね。で、まあ、これで佐野氏は失脚した風に思われたんですが、テレビ CM の制作に関わったりとか、現在も普通に超一流のアートディレクターとして活動してるんですね。本人は言いたいことがあるけど、それはデザインで返すと、まあ、ちょっと分かりづらいことを言ってるということですね。このデザイン自体がね、似たり寄ったりすることあると思いますけど、ただ他の作品も結構疑惑出てたみたいですしね。まあ、これどっちなんだろうという感じですね。次です、2つ目、トカゲの尻尾切り。こちらは武田元 GOC 会長がとある疑惑にかけられたっていう事件で、オリンピック招致員だったんですけど、その招致の際にですね、シンガポールのコンサルタント会社に200万ドル、日本円でいうと2億3000万円ぐらいを支払ったことを受けてですね、これが賄賂疑惑でフランス司法当局の捜査対象になっていたんですね。このコンサルタント会社っていうのが、ラミン氏っていう方の息子とつながりがあって、このラミン氏って何ぞやっていうと、開催都市決定の投票権を持っていたんですね。つまりこの2億3000万円の賄賂を払って東京オリンピックを実現させたんじゃないか、おまん疑惑で出てたんですよ。ただこの疑惑はですね、 GOC の外部調査チームによって支払いに違法性なしと結論付けられたけどですね、最終的に武田会長は辞任、全てが闇に葬られたというわけなんですね。ただ報道ってね、本当か分かんないですよ。ある関係者が、武田さんが全部の責任をかぶったというふうに話していて、もしかしたらトカゲの尻尾切りとして利用されたのではないかというふうに言われてるんですね。にしても、今年が東京だったのはだいぶ不運ですけどね、このコロナ禍で。これはもう何とも言えないですね。次です、3つ目、女性蔑視発言。出たー、懐かしいですね。2021年の2月ですね、オリンピック組織委員の森喜朗前会長がですね、JOC の評議会で、女性がたくさんいる会議は長くなると発言して、批判や辞任を求める声が殺到、謝罪会見を実施して2月12日に辞任を発表しました。これ僕も以前動画に丸々出したんですけど、この森元首相は以前ですね、少子化問題の討論会で、子供を作らない女性を税金で面倒見るのはおかしいと言い放ったりとか、失言 100m 走で金メダル取ったこともあって、これ2位が杉村太蔵さんなんですけど、ただこの件に関してはメディアの変更報道によって辞任に追い込まれたという言い方の方が正しいかもしれないですね。気になる方よかったら動画見てみてください。次です、4つ目、40年越しのブーメランが突き刺さる。こちら7月19日ですね、開会式の作曲担当だった小山田圭吾氏がですね、過去の雑誌のインタビューで明かしたいじめの加害に対する批判を受けて辞任を発表しました。いや、これひどかったですよね。そのいじめの内容っていうのが壮絶で、まあ、ちょっと一部紹介しますけど、障害を持つ同級生に対してマットレス紛れにして殺しちゃった事件とかあったじゃないですか。そんなことやってたし、飛び箱の中に入れたりとかしてさ、マットの上からジャンピングニーパッドやったりとかさ、あれはやばいよねきっとね、などと発言し、瞬く間に大炎上。40年前の過ちはこの上ない大ブーメランとなって、首を刈り取ることになりました。なんか別の報道では、雑誌の取材で言い切っただけで、実際はこんないじめは行われていないっていう証言も流れたんですけど、どっちにしても言い切り方間違えてるんでね、ずっと家にいてもらっていいと思います。次です、5つ目、不倫報道からビッグマウスを続けていたらメダルを逃してしまった男。こちら2020年ですね、一般女性との不倫を週刊誌に報じられた競泳種目の金メダル候補であった瀬戸大也選手がですね、個人種目で惜しくもメダルを獲得できず、東京オリンピックっていうのを終えてしまったんですね。まあ、これ結構なんか叩かれてるんですけど、このビッグマウスがちょっと大きすぎてメガロドになってたんですね。まあ、まず6月3日に行われていた競泳ジャパンオープンで、金メダルは当然世界記録を視野に入れて練習したいと、まあ、自らハードルを爆上げしてたんですよ。くぐった方が早いぐらい上がってました。まあ、その後ですね、この不貞行為というのが複数に報じられて、ただ本人は本番で思い描くレースができたら金メダルは 99% 取れると、もう確率まで言い出しちゃった。ただいざ開幕すると、罰
バタフライはまさかの予選落ち、続く 200m 個人メドレーでも惜しくも4位の結果、まあ、世間からちょっと死んだ魚みたいな目で見られる羽目になったんですね。今後については3年後にはいい結果を出せると思うんで歯を食いしばって頑張っていきたいと話してるということですね。まあ、やっぱこの不貞行為とか関係なくて競技でベストを尽くしていてもやっぱりどうしてもイメージ悪くなっちゃいますよね。報道で関連付けられちゃいますしね。パリですかね次ね。ここで挽回する姿見てみたいなっていうのもありますけどね。次です6つ目、イスラエル代表選手村のベッドを破壊。はい、これありましたね。選手の部屋に設置された寝具メーカーエアウィーヴのベッドがですね、段ボール製のベッドだったんですよ。これが開会当初から選手の SNS とかで拡散されて、まあ、世界で注目されてたんですよね。ただ問題になったのがイスラエルの野球代表選手が TikTok に上げたこちらの動画、選手9人が部屋に集まって強度を試すっていう趣旨でベッドにこう乗っていくんですよね。で結果9人目で破壊みたいな。でこのベッドが開発された背景として環境に優しいというメッセージが込められていたこともあってこの動画が大炎上したんですよ。これを受けた企業側が選手たちに怪我がなくて本当に良かったと、この代表選手の体を気遣う神対応というのを見せたんですね。これ壊れはしたんですけど8人のマッチョがジャンプしても壊れないってすごい技術ですよね。だからシングルとか、まあ、わざ1人、まあ、3人とかでもはしゃいだら壊れるイメージとかありますし、対応含め素晴らしい技術だったということです。次です7つ目、ウガンダ選手出稼ぎのため失踪。はい、これ6月中旬に来日していたウガンダの選手がですね、結果世界ランキングが下がって5人の出場の資格を失って帰国が決定してたんですね。ただ生活が厳しい国には戻らない、日本で仕事をしたいという置き手紙を残して失踪しました。まあ、その後三重県で保護されてウガンダへ帰国、母国ではバナナやパイナップルを収穫する仕事をしながらトレーニングをしていたこともあり、それでも生活の足しにならない、オリンピックに出場できれば報酬を得られたのにと涙ながらに語ったということですね。この選手のね取った行動というのは間違ってたとはいえですね、これをきっかけにその登場国というのも注目が集まってほしいですよね。最後です8つ目、多くの五輪選手パンデミック中だと忘れる。はい、これ安心安全の五輪として開催されたこの東京オリンピック2020なんですけど、開催中ですね全国では感染者数が右肩上がりに増えていく中ですね、複数の週刊誌がこの競技が終わった選手たちがルール破りをすごいしてるっていう報道があったんですよ。まあこの大会のプレイブックには感染対策のため選手村を出るのは競技会場とか必要最低限の場所に限られていて自由な外出はダメですよと、また飲酒に関しても部屋の中で一人でっていうルールがあったみたいなんですね。ただ調査いわくですね、選手村では酒を交わしながら外でパーティーする姿とか銀座や新宿にタクシーで向かう様子も確認されたということです。だからその気持ちもわかるんですけど我慢してほしかった感もありますよね。またこれで感染者が増えたらオリンピックのせいだっていう後味も悪くなったりしますしね。ただ閉会した後にバッハ会長が銀座歩いてたみたいな、あれって大丈夫な、早く帰った方が良かったんちゃうかなと思うんですけど、もう普通になんかナチュラルに報道してたんでしょ、銀座を散策バッハみたいな差別的な意味ないですけど早く帰るよと思いましたね。ただオリンピックお疲れ様でした。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日オリンピックで起きた事件をざっくりと紹介しました。まあ、ラーメンズさんの事件とかありましたよね、過去の差別的なネタがみたいな、あれ楽しかったですけどね、いろいろありましたけども、皆さんはねオリンピック何が印象的だったでしょうか、コメント欄で教えてください。はい、というわけで今日は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。